変身ブルーメンブラスト。面白いな。嘘だろ。こんな大変なことが未来で起こるのか。その通りで、たくさんの仲間と。そうなのか。その占い結果ならあの未来が来てもきっと大丈夫だな。そうだ、もう一つ占ってほしいことがあるんだ。この依頼のこと。サラマン、10日以内に。サンキュー。じゃあハルジオンに行ってみるか。あなたは魔導士ですか。なんださっき砂浜で変な動物に襲われました。これ以上放っておいたら私は大損害を受けてしまいます。あの動物を追い払ってくれませんか。報酬としてこの魔法の卵をプレゼントします。みんな頑張って
くらえ！あ！すごい！僕の力を見せる！ここがハルジオンの駅か。駅員に変装して犯人をビッ、なんだよ、桜色の髪も青い猫も全然来ないじゃんか。お？桜色の髪に青い猫、間違いない、あれがサラマンダーだ。無理、もうに、おい大丈夫か？はい、いつものことなので。それなら絶好のチャンスってわけだ。おとなしく捕まれ。くらえ！火竜の宝庫だ。僕の力を見せる！うわそんな弱い攻撃じゃ。駅員に変装したからスキルアップできる服を脱いだんだよ。もう調査済みだ。お前はさら、夏は乗り物に乗ると酔っちゃうのに。そう言われてみればそうだな。お前頭人違いとは悪いことしちまったな。こうなったらもう一人のサラマンダーを探してみるか。サラマンダーのことは魔法屋の店主にでも聞け。俺は魚のことしか知らねえよ。本当はおいくらかしら？素敵なお。それは。ちぇ、センジュエルしか負けてくれなかった。この町にサラマンダー様が来てるんですって。サラマンダー様よ、早く行こう。あの店じゃ買えない火の魔法を操るっていう、この町にいるの？あれ、なんかみんなの様子が変だぞ。イグニール！誰だお前？サラマンダーといえばわかるかね？ちょっとあんた失礼じゃない？サラマンダー様はすっごい魔導士なのよ。謝りなさいよ。カリューの宝庫！くらえ！僕の力を見せる！俺はフェアリーテイルの魔導士。まあまあ、その辺にしておきたまえ。ああ、優しい。君たちの熱い歓迎には感謝するけど、僕はこの先の港に用があるんだ。失礼するよ。夜は戦場でパーティーをやるよ。みんな、さん。さっきはありがとね。お礼にお昼一緒にどう？
あのサラマンダーって男、チャームっていう魔法を使ってたの。この魔法は人々の心を術なるほど。てっきりイグニールかと思っ、サラマンダーって見た目じゃなかったんだ。見た目がサラマンダーってどうなった。人間じゃねえよ、イグニールは本物のドラゴンだ。そんなの街の中にいるはずがないでしょ。私はそろそろ行くけど、ゆっくり食べなよね。ごちそうさまでした。うわー、やめて、恥ずかしいから。あのサラマンダーってやつは船でパーティーを開くって言ってたよな。依頼書のサラマンダーも船で反抗するって。さすがサラマンダーさんだな。あいつらを全員売ればもう一丁稼げる。道に迷ってたらいい話を聞けたぜ。続きを聞かせろ。くらえ。僕の力を見せる。くそ、逃げられた。サラマンダー様の船、当たり前じゃない。だってサラマンダー様はあの有名なフェアリーテールの、ま、おい、この船は危ないって。ダメだ、俺一人じゃ。夏を呼んで一緒に彼女たちを助けよう。よう、夏、力を貸してくれ。あいつだ、俺たちの秘密を知られたら大変だ。逃がすな。僕の力を見せる。どうなってんだこいつら。それと女の子たちは、あのサラマンダーってやつがフェアリーテールの魔導士だと。あいつがハッピー。おい、置いてくなよ。ったく、自分で何とかして乗るしかないか。なんだ、そんなに慌ててどうしたんだ。あのパーティーなら参加できるのは女性だけだよ。ここに女性に変身できる薬がある。飲めば変身して潜入できるってわけ。どうすかね。綺麗だ。よし、それなら潜入できそうだな。どういたしまして。魔法教室に戻ったら先生によろしく伝えてくれ。ダメだ、やっぱ無理。ルーシー、何してるの。騙されたのよ、フェアリーテールに入れてくれるって。細かい話は後回しっぽいね。逃げよう。大丈夫か。この連中は俺に任せろ。止まった、揺れが止まった。小僧、人の船に勝手に乗ってきちゃいかんだろう。あ、私ルーシー。
プロミナンスタイプーン。カリューの暴行くらえ。さあ、プロミナンスタイプーン。僕の力を見せる。開け砲兵級の扉、アスペリア。プロミナンスタイプーン。やべ、逃げんぞ。なんで私まで逃げんの？だってフェアリーテールに入りてんだろ。うん、君も気をつけてね。捕まりはしないって。じゃあな。